この合同入社式はまだその数が限定的なスタートアップやベンチャー企業の新卒社員に同世代の仲間との出会いやつながりを作る場を設けようと企画され、今年愛知県内の企業に就職した19人が出席しました。式には愛知県の大村知事と名古屋市の河村市長が招かれ、激励の言葉を送りました。愛知、名古屋、そしてまた日本の、ね、スタートアップビジネスを、ね、大いに盛り上げていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。式ではカードを使って互いの価値観について話し合うワークショップも行われ、新卒社員たちは交流を深めていました。